おい、そこのお前。お前だ。うん。聞いて驚くがいいや。我はな、かつてこの地の人間から恐れ敬われた存在。神だ。お前には、我を助けるありがたい役割を担う。ん？こら！た、頼む。助けてくれ。お願いじゃ。そんなことしていいのか？泣くぞ。めちゃくちゃ泣くぞ。しかも笑うからな。なんで、お前に頼んだかって。それは、通りがかった手頃なに。お前しかできないからだ。頼む。もう時間がないんじゃ。本当に助けてあげるんだ。お願いじゃ。本当か。ありがとう。あ。褒めて使わず。それで、頼み事の内容だから。そうだ。鏡を拾って、その扉の前に。もう、心配せずとももう悪。あと、この筆を剥がしてくれ。大丈夫。何の問題もない。ほら、よく見ろ。もうほとんど剥がれかけの紙くずだろ。今剥がさなくたって、そのうち劣化する。剥がすか剥がれるかくらいの違いだ。そう気にするな。さあさ、早く早く。ようやく取れた。お前、よくやったな。よしよししてやる。よしよし。ん？この姿か。これが本来の。どうだ？気に入ったか？なんじゃ？そんなに顔を赤くして。かわいいな。さて、ようやく元の姿に戻れた。お前には礼をせねば。その前に、我の話に付き合い。
我はな、昔ここら辺で少し暴れ回ったら、どこぞの坊主に封印されてしまってな。何百年もだ。封印されている間、何を考えていたかわかるか。そうだ、我を封印したあの坊主、どんな手を使ったでもやり返さねばな。時にお前、先祖にそれに近しい者がおらんか。ガテンが言ったようだな。どうした、顔が青ざめてきたぞ。逃がすものか。あっという間に捕まってしまったの。こらこら、泣くな。別にお前を傷つけたりません。でも、気をつけよ。今お前の体を這いずっておる触手が、首をへし折るのくらい、操作もないぞ。おとなしくなったの。いや、震えておるのか。安心するがいい。言いたいことはせぬ。むしろ気持ちのいいことをしている。気が狂うほどのな。力が入らぬだろう。腕どころか指先一つ動かせんじゃろう。抱きしめてやろう。よし。殺すのか、だと。何を言い出すかと思えば、簡単に殺すわけないじゃろ。あの坊主の子孫であるお前は、報いを受けねばならん。しかも、あの坊主が最も嫌うであろうやり方でな。見よ、こいつは他の職種と違って特別で、こいつから滴る汁は人間の頭を壊す。理性を吹き飛ばし、快楽にしか興味のない獣となる。我はな、そういう人間を愛らしいと思うのじゃ。なんだ、お前は嫌なのか。
そうか。可愛らしい声じゃ痛みはないだろう。むしろ味わったことのない強烈な感覚、恐怖と気持ちいいのが混ざった。今にも壊れそうじゃろう。よしよし、拘束を解いてやろう。ご先祖様があなた様のような素晴らしい神に逆らった。申し訳ありません。お詫びにこの体でお怒りを沈めてください。そういや、よく言えたの。褒めてつかず。それでは続きを我の神域で行うとするか。なに、案するな。さっきよりももっと激しくしてやろう。だらしない顔じゃ。あのボスが見たら泣くぞ。じゃあ、かわいいからよしとしようか。さあ、ついてこい。